ピストルの作り方。使用するバルーンはこちら。260クロを膨らませます。チューリップツイストを一つ、9センチのバブルを一つ、絞りひねりを二つ、2センチのバブルを作ります。7センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。7センチのバブルを作り、バードボディにします。絞りひねりを2つ作ります。2センチのバブルを1つ、絞りひねりを1つ、10センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。残りはしぼませます。10センチのバブルを、2つのバブルの間に少し埋め込みます。260茶色を膨らませます。指定した絞りひねりに絡めます。2センチと8センチのバブルを作り、ひねり合わせます。残りはしぼませてください。これで完成です。お疲れ様でした。